PC アニメに237枠目スーパー桃太郎電鉄2 8枠目黒金さんいらっしゃい。和骨でございます。コーフィーさんいらっしゃい。社長和骨です。和骨デビルカード枠。アランプクロスさん4個目さんいらっしゃい。もうデビルカード来るなよ来るなよ。さあ何月からかな。さあ6月から何月買うって言ってましたっけ。あ、ま、マルサは使ったんだよね。マルサも使ったんだね。あ、そうだ長崎に向かうんだけどもボンビーがついて、鈴田さんいらっしゃい。和子、7個目さん、アガトダイモンさんいらっしゃい。うんちで防ごうかとかいう話だったけどね。クラソウジさんいらっしゃい。待て和子鈴、シャドルさんいらっしゃい。ラコ貧乏ついてるからな。森さんが一番さんいらっしゃい。貧乏ついてなかったら負債でちょっと九州の物件をね買い漁りとかあるけど、森さんが一番さん、クラマリさん、農協牛乳さん、サンチさんいらっしゃい、バーストさんいらっしゃい、クラソウジさんありがとうね。ちょっとやめよう。まだミニボンビーなのが幸い。世界で一番はい、18個目さんいらっしゃい。和骨です。コロガネさんありがとうございます。和骨です。社長トモモさんいらっしゃい。はい、早く行こう。うわー和骨です。マルサ強化月間さすがにもう出ないだろう。チナさんいらっしゃい。お守りカード。デジタルデビルカード。ラーメン屋から臨時収入があります。森さんが一番さん、赤戸大門さん、黒金さん、シャトルさんありがとうです。今日もあくま紹介してしまうのか。あくまもう紹介しない。毎週一遍再建してるけど尾道。うわクソ社長がさらに。うわーネーブル畑いいな。デビルカード来るなよからのデビルカードの値段最高でした。それは船船にしか聞こえませんね。絶対来るだよ。デビルの上で、ね、一回来ましたよ。なんだっけキングデビルだったっけ、なんかありましたよ。何2週目だっけ、なんかこんなのあるのかと思ってた。謎の青い顔の総統さん、拝みあたりさんがありがとうです。シャトルさんがありがとうです。わあ早く出て出て。ようやくの召喚来たですね。いやミニボンビーが、あーでも6だったっけかな、みたいな。ちょっと待って待って、離れるの離れすぎなんで。4、3、2、あ、ダメだカードなし。こう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 、あーダメだな。うまくいかないね。猫じゃらしたいね。あ、なんか、あ、つけれるやん。よかった。ボンビつけよう。こんなところにいた。バイデンちゃんじゃこんなところにいた。よしよし。よしよし。わらわら。よかったよかった。いつの間にかもうバイデン社長がいるじゃない。うわ、水野社長も。戻ってきた。わら。戻れ戻れ、ミニボンビーから変身、はい、まあ変身したらちょっとうち次の緊張してるから。あ、みんな来てる。4社長、あ、誰がいないんだ。トランプ社長がいない。トランプ社長が、トランプ社長まだ関東だ。まあ、あでもみんな来たらあれだね。水野社長とかクソ社長みんなあれで持ってるよね。リニアカードとか持ってるよね。まあ私もぶっ飛びカードはあるけど、ミニボンビーがついてる。カードか。カズキューさんいらっしゃい。ミニボンビーのケツを取った。よし、ミニ収入を。あ、ちょっとあんまりあの16億とか手持ちが多いと銀次が来て怖いな。早く物件買いたいな。ワクトリお疲れ様。ノーコンキッドさんいらっしゃい。クソ社長逃げたか。カードは赤マス以上に入りたくない。まあ今まだ手持ちが多いからな。まだ今手持ちが多いから、まあ少々のデビルがいいんだけど。あ、くっついた。あ、皆さん大変です。
とうとうモモスラが成虫になってしまいます。フラノの街はみんなあれじゃなかったっけ、モモスラのせいでフラノの街は壊滅状態です。ラックゼンダというラベンダー、あーラベンダーだけ、ラベンダーだけクゾーデンジャガイム、あーラベンダー、うわーバイテンションワイン工場意外と額ラックゼンダ6000万、あーラベンダー畑が2つ持ってる、クゾーデンダ3000万、バイテンデンダで1億円の被害でした。うわー55個目だね、じゃ6ってあとなんおもれももすら、あーダメか、いやいいとこに行かないね、あれここら辺なかったっけ、プラープラー、わあつかないな、ちょうどよく逃げてんな、水野社長どこ行った、あーしまった、あーしまった、水野社長マス見てなかった、あーまたね、リトルだけど毎回デビル来るな、もうなんだこので、毎回ちょっとデビルカード多すぎない、まあリトルだからまだいいけど、まあ、お金もあるけどさ、お金もあるけどなんか気分的に良くないよねまたデビルかよ、あ買えるんじゃない、買えるんじゃない、ラーメン屋台がさ75個目だよ、あおっとクソ社長が特急カードで、本当何回引くんですか社長、何回引くんだろうね、デブルこんなにやっぱり数々のカツアゲのたたりなんて、やっぱり女神転生が影響、なんかあれだな、リトルデブルがデブルがいっぱいついてるな、あら、あ博覧会だ、おっと5億使って5億使った赤マス止まるんじゃないの、今もうすぐ冬に行くのに、あ、戻ったぞ。カオスルート行ってるからが、デブルが。バイデン社長、あ広島はもう出た、日本シリーズ出ましたね。札幌対広島、日本一に輝くのは、広島バイデンズか、札幌ヒュービーズか。さあ、試合の行くは皆さんに決めてもらいましょう。さあ、投資センター、札幌ヒュービーズの優勝、広島またも日本シリーズで敗れる、バイデンカープまたも日本シリーズで敗れた、売却カード、おおラックゼンズは、うん、どうだね、いつだったっけ、十何年だっけ、6年ぐらいですかね、33-4、33倍だったからおっと炭鉱パクチーに出た、なんでや阪神、さあ貧乏神の後ろにクソ社長がいる、さあなんだかんだ言ってトランプ社長も長崎に近づいてくる、さあそしてまた貧乏神がクソ社長についた、クソ社長のぶっけ売れ、赤マスか、熱いなすり合いまだ臨時収入で、あ1年間来るんだっけ、1年間ね、あ着いた、あ長崎に着いた、水野社長もう8回目だよ、すごいね水野社長、泊まるのは水野社長が、さあ青森シレットゴール、わー全部買い占め、水野社長マークソー社長ぶっ飛ばね、あっさり買収、あ結構いいラインか、これはいいラインなのか、いやこれはちょっと湯沢に着いた、湯沢温泉、トランプ社長は逆戻り、貧乏が着いて、おや？なんだ。カリンピーさんじゃ。
いやみんなねぶっ飛びとか持ってんだよねこのみんな。クソ社長ハリクロルートかな。いや私もぶっ飛びぶっ飛び、ああだクソ社長はね、クソ社長はみんなでも結構カード持ってないけ。私も飛びますよ、飛びます飛びます、よし、おい、なんだよこのぶっ飛び、飛ばない、まだいい、まだ俺持ってるから、持ってるから、南へ飛びます、まだ持ってるから、まだ持ってるから、あーテニスクラブ5億円入って、あー売られたんだねバイデン社長ね、なかなかキングボビーなんないね、いつなるんだ、怖いな、南兵カードでよし、まだまだまだぶっ飛びがあるから、飛びます飛びます、よしよ、一気にホールインワン、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 これはちょっと軽いのだ、おクソ社長とニアミズ、あ水野社長とカード持ってないんだ、いつも水野社長なんかカード買い占めてるイメージがあるんだけど、珍しくカードを使わないよ、言ってくれたら最高だったのに、おきたいた最悪最悪だったね、危なかった、ミニボンビ、おっと戻った、ぶっ飛びカード、わ、いいカードも僕ね、カード運がいいな、よし、ワン、ツー、スリー、フォー、あ、新潟だ、新潟開いてんじゃない、あ、水田があった、よし、どうした、おいしいお米をね、おいしいお米を、ラックス米を提供します。青ビル印の、おっと、うわ今もう1億固定されてるもん。もう1億以上なること確定なんだ、もう冬の赤松が。お金ないない、手持ちお金ない時止まったらもう最悪だな、もう美味しいお米の作り方を見て、おや、なんだ。なりませんね、なかなかね、いつ出てくるのか、まだ13年目だけど出てきてない、社長の皆さん、3月は決算ですよ、モモスラが出たからな、ちょっと落ちたな、さあ皆さん、この1年間どんな経営をなさいましたか、この1年間の収益を発表したいと思います、ラックス社長の収益は7億2300万円、水野社長2億、クソ社長7億、トランプ社長8500万、もう一人、バイデン4000億、バイデンちゃん4億、お、でもクソ社長と11億、トランプ社長がちょっと5億でね、まだまだ、しかしまだ分かりません、まだまだ序盤ですから、分かりません、13年目終了、14年目です。ギャンプンギャン、お、エンジェルカード、よーし、一気に落ちてほしい、よし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 、こうでなくちゃね、やっぱりね、悪魔と天使は表裏一体、悪魔の後に天使あり、天の着カード、ようやく天使召喚、ようやく天使召喚、わらわら秘書、それが天使ですよ、ようやくかね、だ天使やめて、だ天使なら、マトク持った女性がいいな、水木さんでしょ、トランプ社長の一般人になって借金があったから、借金返し、資産が減っちゃったんだろうね、それ尻に敷かれるんじゃないですか、まあそっちの打天使の方がまだいい、5月12秒後
こじらせてそう、わら。こうカードマスばっかりだね。儲かりまっカード、儲かりまっカードってなんだ。あとで見てみよう、カード説明。そろそろ私も最近ゴールがないからな。ラックス社長まだ4回しか止まってないよ、あのまゴールに。水野社長の 半分だ。あ、水戸はじゃあ買い占められてるのか。プンギャンプンギャンギャン、ガルイダー。あ、バイデン社長結構勝手に、あ、そこそこ、さっきクソ社長が言った。これあくまでも日本だけの資産です。日本だけの資産です。カードの説明は、あった。儲かりまっカード。なにわのアキンドがあなたのために他の社長さんのところへ物件を買い取りに出かけます。あ、なにこれ、どういうこと、他の社長の物件買えるってこと。なんかやってみよう。儲かりまっか、お相手がなにわのアキンドです。サイパンもサイパンに入っても資産が変わらないんだよな。ある意味強奪。でん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 、クソの奴隷、クソの、クソ社長だ。儲かりまっか、クソ社長はん。浜松のうなぎ料理を200万円で買う。売ってくれまで、待て、もっと高いの、高いのやれば、まあいいや、まあいいや。安い、毎年、まあいいや、うなぎ料理屋。安い、わら、安すぎる、わら。あ、さっきの軽井沢のペンションとかでよかったんだな。カリーザーのペンション500万円で売るからね。よし、TOB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  やないね。公開会議だったね。よしよしよし。絶対絶対ぶ。クスオ社長から物件をいただいた。おっと、戻った。もっとデビルカードを200万で買います。ラックス電鉄にデビルカード売ります。デビルカード売ります。いやいやいや、うなぎ料理屋もね、クソ社長だとね、儲けが少なかったんで、ラックス社長に代わってどん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 ね、アルバイトの人もね、時給が上がってよかったって言ってます。ちょっと聞いてみましょう。オーナーが変わってどうですか。いや本当にね、時給がね100円アップしましたよ。やだ、いやすごいな、いや助かりますよ。この不景気の中ね、こんなに時給をもらって、ね、素晴らしい。商売下手なんですかね。さっきの大阪の人、二所さんこんにちは。二所さんそこでバイトしてるの。女性の従業員の方にも聞いてみましょう。どうですか、働きやすさ。はい、素晴らしいオーナーです。とってもね、働きやすくて、週休もきっちり、有給もきちんと取りやすい職場です。素晴らしいです。はい、こんにちは。違います。バレてません。違います。そこで貧乏神のなすりつき合いをしといて、しといて。バイデン社長が来た。あ、デビルカード、デビルカード。デビルカード、バイデン社長。バイデン社長、危ないんじゃないこれ。危ないよ、バイデン社長。手持ちなかったね、今ね。4進めるカードとか持ってなかったね、それもね。久々に行きたいな。ダメだ、行けないな。あ、カードリブがあるじゃん。やった。どこ？お守りカード、うんちカードは。まあ、4000万高いのよ。みんな売っちゃおう。あ、ダミングカード待って。ダミングカードなんか。飛びカード持ってて、特急カード買ってと、パンヤン、あ、サミットカードあるな。なんかあった時サミット使ってもいいな。まあ、いいか、特急にしとこ。デビルカードをダビングしないっていいですか。デビルカードここでみんなのセンスや戦略が見え隠れしますね。丸下げっぱなしでダビングしてほしい。さっきこの間丸下げた時ダビングしとけばよかったから。あの時ダビングカードなかったんだっけ。あったっけ。
ボンビー、あーカード買ったとか。水野社長も結構物件持ってるからな。デカード。プンギャンプンギャン。わあちょっとバイデン社長6マスじゃん、6来たら危ない。バイデン社長買ってる場合じゃないな。9月あと2んだ何個回っていけない。1キラよーしゴール、やりましたラックス社長。5度目の5度目のあれだな、やったぜ。あー何もないですね、目的地カード圧迫しちゃうからね、カードのあれをね。さあやりました、ラック社長。さあ貧乏神はトラップ社長に決定。早く検査しなさい。次の目的地はいつも。いつもさあ買えるだけ買おうと。いやーバイデン社長が、あでもリンゴ園だ、リンゴ園もあった。よしリンゴ園に移動し、まあいや、この度のためにぶっ飛びカードをね買いましたから。タカさんいらっしゃい。サンキューバイデン。サンキューバイデン。ん？誰借りるの？おい！まあ1000万のとこだからいいけど。1000万のとこでレンタル。まあいいよ。あの1年間じゃ レンタルしてあげるよ、もう。ささかまぼくや。電ラックス電鉄の暗黒大化を阻止。今週ですが遠いですね。シマネイズも敵対敵飛ぶを見た他社長からのブックよし。おっとみんなブックカードやっぱ持ってんね、みんな持ってんね。おっとこれはいいコースか、いいコースか、それとも素通りコースか。出雲を越えて九州へ佐世保市到着。あバイデン社長とうとう耐えられなかった。さあ、青、ホタテ料理や、ホタテ料理、ああ、ちょっと前に言っとけばね、ちょっと前にデビルさんやってるけど、青森って、青森いたのにな。あ、バイデン社長おめでとう。バイデン社長、買い占めてた熊本舞台に MHK が大河ドラマで来るって。え、なん、熊本舞台に。これでバイデン電鉄の知名度は、グーンとアップ。このまま MHK が、なんと、わ私も出雲ホールインワン来い、ホールインワン、熊本を舞台とした大河ドラマ、これぶっ飛び使わなくてぶっ飛んでないんですけど、見かけないでごめんなさい。ちょっと見じゃないな、まあもう一枚やるから、もう一枚ちょっと冷麺で言って冷麺と聞かれたよね。ブッド社長何買うの？やっぱぶっ飛びだよね。もうエンマはぶっ飛びが多いな。ぶっ飛びで、ぶっ飛びで着いたらあれだよね。あの物件買えないもんな。ボンビー。あ、クルーだかった。よし、もう一回。おっ、デブルの悪魔消え去ってる。もう一時あったら。飛びます。なに？ちょっとそっちはハワイしかないんじゃないのこれ。ハワイだこれ。海外へわらわらハワイだ。ダメだこりゃ。いやーぶっ飛び失敗、大失敗。大失敗。あ、またリトル今日。デビルカード3回出てる。なんかこんなにデビルって出てきたんだっけ。デビルカード出すぎやない。あーいいな。ダメだこりゃ。いかんな、ちょっとちょっとあったかいところへ行くべきだと思いました。あでもそろそろね、いつもまだハワイで、おっと、まさか出たー、キングボンビートラップ社長サイクロを10個打ってうわートラップ社長最悪だ、よりによってトラップ社長いきな
泣きっ面に足だね。うわー怖い。ちょっと次、ちょっと待って、このままだと私にボンビーじゃない、このままトランプ社長さんざんすぎる、恐ろしい。イズモ、しかしイズモはちょっといかんいかんいかん、ほらその後その後もう4人ちょっといかんいかんいかん、絶対やばいやばいやばい、18くらい出ろ、9、いかん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 っていかんって、あれどこいた、あ、ハワイ、あ、こっちか、こっちだ、やばい流れのまま来週に行かねない、キカとか次は特急をダビングかな、ドキドキダビ、ダビングですね、もうね、サイパンでお買い物するのでん、これは面白くなってきた、あ、ぶっ飛びダビングした、ぶっ飛びダビングしとけばよかった、いや、まさかあっち行くと思わなかったからね、保険かけとけばよかったね、カードに前でもリスクヘッジできないのがこのゲームの、あー、でもまあ、ぶっお、あ、特製レイカードが役に立った、役に立ったけど、またまたジャッキーを早急に曲出れば、またサイコロ、わらダメだ、8億、あとバイデン社長もすごいことになってる、すごいことになってる、キングボンビーいなくなってから使えばいいのに、わらなぜキングをつけるなら、キングをつけるアメリカコンビ崩れる、わら今日の嵐、キングがいるときで使うタイミングおかしいだろ、わら、ダビングしよう、間に合うかな、間に合うかな、それ珍しいですね、あー、カード捨てもあるからか、まあどっちにしろあの借金は間違いないです、どっちみち逃れられない、つけに行くかな、近くにいたよ、あ、いい、何かのカードにするのも、あー戻った、よかったよかった、まあ、よかったよかった今自分がちょっと離れてるからな、よかったよかった、戻ってくれたらまだあったここで、よしよし、あ、木も使ってこうね、あとで、えっ、8かーん、あ、戻ってきた、物体廃棄、カード廃棄、ローン購入して他社長にプレゼント、これだけでも恐ろしい、この頃のキングはおとなしいですね、まあまあ続編とかだとまだまだすごい悪さするんだよね、これでも十分怖いけどまあ手持ちがあるときはね、あのサイコロのやつはそんなに後半だと怖くないけど、物件売られるのが一番嫌だな、あっ、あー、そこそこ、ハリケーンはほんとやばかった、キーガイコータの社長にも被害を及ぼしますから、あんな近くだったっけ、見てなかったあんな近くいた、社長の皆さん決算ですよ、さあ皆さん、ラックス電鉄は7億3050万、水野電鉄3億、クソ社長8億、トランプ社長、バイデン社長4億です。うん、ちょっとまた差が広がったか、トランプ社長マイナス6億になってるあ、ちょうどいいですね、じゃあ来年15年目からで、ね、トランプ社長ガン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 はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジンミニ版スーパー桃太郎電鉄2は毎週カーモクやってます、またあさって火曜日です、恐ろしや、恐ろしや、ネットにやられてる、わらわら、おつつ、はい、おつでした、おやすみなさい、トランプ政権交代、おつ、はい、今日もお疲れ様でした、おやすみなさい、デビル記録は継続中、おつです、おつでした、おやすみなさい、おつで一致した、おでした、おつでした、おやすみなのねん、はい、おやすみなさい、おつでした、おつです、おやすみなさい、おつでした、おやすみなさい、おやすみなさい、おつでした、おつでした、まだまだ見たい、わら、はい、283コメントもおつです、おやすみなさい、おつです。